皆さんこんばんは。電気工作所および電気シーケンス学習ガイド理科です。今日のテーマは電動規制5回路構成の電気シーケンスについて調べてみます。ここでは簡単に過電流系電気および電子接触器によるモーターの動作を制御します。制御構成のためにタイマーとフリッカーを使用するようにします。画面構成のようにモーターの動作によって GL ランプ及び RL ランプが表示されます。 GL ランプはモーターが動作しない時などになります。 RL ランプはモーターが動作している時に点灯になります。したがって GL、RL ランプは各モーターの動作状態を知らせるランプになります。モーターの動作のためにユーザーがボタンを操作しなければなりません。モーターの動作を開始するためにはプッシュボタン PB1 を押して始めます。そしてモーター中心に向けてはプッシュボタン PB0 を押すとなります。当該電気シーケンスシミュレーションをするために各内部外部制御ボックス電気的な連結を行います。簡単な例題です。ゆっくり見てみてください。電気シーケンス決戦がすべて終わりました。シミュレーションのために各ランプの色を変化させます。ここではタイマーの設定時間を5秒で設定をします。フリッカーは2秒を設定します。使用者がプッシュボタン PB1 を押すとモーターが動作します。タイマーの設定時間5秒以降にモーターが中止になります。5秒以内に使用者がプッシュボタンPB0 を押すとすぐ中止になります。タイマーに設定された時間内にのみモーターが動作します。プッシュボタン PB0 はタイマーをリセットします。設定された内容に応じてシミュレーションの結果を見てみましょう。各プッシュボタンを操作することによりモーターの動作状態を確認してください。モーター動作によるランプも確認してください。過電流トリップ時には YL ランプとブザーが互いに反復動作になります。シミュレーションを始めます。
今日のテーマは最も基本的なモーターの動作について、実際の試験にあった内容について話をしました。これからも前期関連試験、または関連資料に対して、多様な学習手段に対して調べてみます。今日の学習内容をよく理解してください。これまで電気工作所及び電気シーケンスカフェ学習ガイド理科でした。視聴してくださった方々に感謝の意を述べ、購読と良いですボタンを押してください。その他の質問内容はカフェまたは映像の下のコメントに残していただければありがたいです。良い1日になってください。